皆さんお元気ですか？シンガーソングライター、そして眠っているあなたの本当の声を引き出すボーカルコーチ、ひろよんです。今日はもうね、めちゃめちゃ興奮しています。なぜかというとですね、この素敵な、簡単なんだけど超かっこいいテクニックを伝えできるからなんですよ。本当にね、あのプロシンガーは結構してるけど、あなたのお友達は多分知らないと思う。でも超かっこいい。一体何？はいはい、わかりました、ボーカルフライってやつ、これです。なんだと思ったでしょう。まあ、声としてはですね、なんか痛々しい声ではあるんですけれども、実際は本当に出すのは楽で、あのボーカルトレーニングの一つとも言われているんですね。あ、このボーカルトレーニングもあの実はちょっとご紹介しているので、下の URL をクリックしていただくと、そこのビデオに行けると思いますけれども、まあボーカルトレーニングも使えるんですけど、実際歌の中にどんどん使うと超かっこいいんですよ。結構簡単。ちょっと一緒、ちょっとだけ一緒にやってみましょうか。はい、OK。 さて、これが何の曲に使われているかというとですね、私発見したんですけれども、もう本当多用されています。ブリトニー・スピアーズの Hit Me Baby One More Time、 ちょっと前の曲、すごい、もうほぼデビューソングじゃないでしょうかね。超可愛いブリちゃんなんですけれども、この Hit Me Baby One More Time、 この曲は本当にこのボーカルぐらいがもうそこら中に散りばめられていてですね、キラキラしてる感じ。さあ、一体どんななのか、ちょっとだけワンフレーズだけ歌ってみたいと思います。私はブリちゃんになれるのかしら。 Oh baby baby, I shouldn't have let you go。 どうだったでしょうか、聞こえましたでしょうか。この冒頭の Oh baby の Oh と I shouldn't の I のところですね。この2つに今使われていたんですけど、もうちょっともう一回やってみますね。 Oh baby baby, I shouldn't have let、 こういう感じですね、かっこいいでしょ。これはね、もちろん初めの Oh baby baby なんで、これを普通に歌ってもいいですけど、 Oh baby baby, Oh baby baby、 なんかちょっと 軽いですね。これがさっきのボーカルフライが入ると、 Oh baby baby, I shouldn't have let you、 ね、簡単なんですけれども、気がつかなかったでしょう。本当、後でちょっと調べてみてください。なるほどって、そこら中に入ってるのが分かると思います。他にもね、いろんな曲で多分いろんな人が使っているので、発見してるのも楽しいです。そしてこれって、じゃあ何、この曲だけしか使えないんじゃないのと思うでしょうけれども、いや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 、いろいろ試していただけたらですね、オリジナルな感じでかっこいいのができるんじゃないかなと思いますよ。じゃあちょっと今私試してみたいと思います。いつもあなたとっていう歌詞がここにあったとします。で、それをもう普通に歌いますね。いつもあなたと、こんな感じ。それにいとあのところにこれをちょいくっつけて、いつもあなたと、このあ、これですね。いつもあなたとみたいに、なんかふうって歌いたくなっちゃう感じなんですよ。本当簡単なんだけど超かっこいいので、もうぜひもうこのビデオ何度も見て、で、あ、そうか、レッスンビデオ一応ね作ってあるから、その下の URL のところでクリックして見ていただいてもいいし、まあこれ見てあーって練習して、そう、練習ちょっとこれね、練習が必要なんですよ。これ自身難しくないんですけど、歌詞とかね、言葉にくっつけてやるっていうのはなかなかね、ちょっと練習しないと。でも例えばあーとか、あーとか、こうやっていう練習をしてると、いつの間にかどんどんできるんですね。幅が広がるっちゅうもんでございますよというこういうプチプチしたね情報を、レッスン中には結構やってます。はい、シエスタボーカル&ミュージック、下の URL 同じく貼ってあります。もしくはここをクリック、もしくはシエスタボーカル&ミュージックで検索でも OK です。というわけで、本当にね、プチプチした情報はこの YouTube でも流していきますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけで、シエスタボーカル&ミュージック、ひろよがお伝えしました。 Oh baby baby, I shouldn't let
You got